こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の潜水艦に3000トン級耐迎潜水艦が浸水したことにより、そう、流型潜水艦に加え、静粛性、ステルス性、機動性、運動性までも、を、組み合わせることができる、世界屈指の潜水艦へと成長しました。リチウムイオン電池を搭載したことによってより X 加字の運動性能を、引き出すことが可能となり、日本の海底を、防衛してくれることを期待しています。優秀な海事情官員たちもいるから、世界でもトップとなり得るのです。では、X 火事について、あまり話されていない、お話をしていきますね。中国や韓国、北朝鮮は十字火事だったが、親潮型潜水艦は十字火事ですけど、南シナ海では、中国には見つからずに、任務をこなしていた。やはり、日本のすべてがすごいのか。日本生まれの優秀な潜水艦として名高い、双流型潜水艦。その特徴の一つが X 火事です。もちろん、その他にもステルス性なども忘れてはいけません。双流型で採用されている AIP システム、非対機依存推進システムですが、今後は、11番艦以降の艦は、リチウム電池とディーゼルエンジンの、ハイブリッド方式に変更される予定です。日本には、双流と並ぶもう一つの双流潜水艦でありますが、双流は、すべての艦が、このハイブリッド方式を採用するそうです。さて、そう、流型潜水艦の X 火事について説明しましょう。もともとは、船首の向きを変える、回答ための垂直火事、銃だと、船の姿勢をコントロールするための水平火事、オーダーを組み合型十字型火事を採用していました。X 火事では、これらの火事を45度ずつ傾けて設置したものです。その結果、4枚の火事全部が、回答と姿勢コントロールの両方の役目を持つようになりました。このやり方によって、船自体の運動性能が著しく向上しました。4つの火事が、絶妙なバランスをとることで、船の操作がしやすくなったのです。従来の十字型火事では、急浮上や急潜航などの操作が難しかったのですが、技術的な部分がカバーされました。また、旋回能力もアップしたそうで、これまた有能な潜水艦として、評判の黒潮型潜水艦よりも、なんと 30% も向上したとか、操作能力が上がったということは、乗組員にとってもストレスが減ったということでしょう。また、火事が4枚ということは、仮に火事が1つ傷ついたり、落ち出しても残り、3枚で役目を分担できますから、万が一の事故に備える体制が確保されていますし、海底に着地した時などでも火事が損傷しにくいという長所があるそうです。確かにたった一つに頼るより、リスクは分散した方が、備えとしては万全ですよね。リチウム電池のメリットについては、以前も紹介しましたが、高出力ですから、高速で潜航できます。ちょっと気になるのが、X 火事に変更したことによって、船の潜航に、
どんな影響を及ぼすのかについてが、現在全然わからないということです。艦の安全性のために採用した X 舵が、艦の性能を下げるようなことになっても困りますよね。X 舵による運動性に変化がなく、高出力での操作が可能なのかどうか、一番心配な部分です。今までのように、低速での潜航についてはどうなるかはすでに判明しているそうです。話がそれますが、黒潮潜水艦が行っていた南シナ海での任務が、周辺国に全然知られなかったという事実があります。もっと驚くのは、なんと15年も前から情報収集行動に当たっていたということです。この事実が公表されたのは去年でしたが、いきなり発表されたので、私たち一般庶民も驚きましたね。15年なんて、そんなに前からやっていたのかと感じたのですが、もっとびっくりなのが、旧式潜水艦である黒潮潜水艦の行動だったということ。つまり、旧式の潜水艦の動きをあの中国でさえ把握できなかったということが一番の驚きでした。中国や韓国などが本当に黒潮の動きに気がつかなかったのか、わざと気がつかないふりをしたのではないかとも思われますが、防衛省がそれを公表した理由も気になるところです。中国などの探査能力不足をわざわざ指摘したとすれば、何か裏の考えがあったのか、元推測というより邪推してしまいますね。その黒潮潜水艦よりも、そう、龍潜水艦の方が潜航能力が高く、しかも音も静かですから、深く潜れると思われます。もちろん、どれくらいの深さまで潜れるのかは、極秘情報ですから、公開はされていません。国防に関わることですから当然ですね。いろいろと、取り沙汰されてはいるらしいのですが、世界でも上位クラス入るほどの、深さまで潜航できると言われています。あくまでも推測です。様々な点で興味が湧いてくる操縦型潜水艦ですが、情報はなかなか漏れてきません。知らないうちにすでに潜航任務についていたなんてこともあり得る話なのです。言うまでもなく、黒潮潜水艦よりも、そう、龍型潜水艦の性能は高く、細部にまで手がかかっています。そう考えると大事なのは、このような優れた潜水艦を作り出す技術力と操る隊員たちの能力ではないかと思われます。現在、通常動力型潜水艦にかけては、日本の技術は世界トップとされています。昔は技術大国ドイツの独壇場と言われ、ドイツ製の通常動力型潜水艦が世界一と言われていたのですが、今では見る影もありません。ドイツの製造技術が途絶えてしまう可能性も囁かれているのです。事実、ドイツにはもはや通常型潜水艦を製造する技術はもうないとも噂されているのです。アウトバーンや高級車の製造で技術大国と称賛されたドイツ。技術分野でのドイツの復活があるかないかはやはりドイツ次第としか言いようがありません。どの分野でもドイツは世界のトップを走っていたのですが、
日本が凋落しないことを希望するだけです。オーストラリアも一時そう竜の購入を打診していました。しかし政権が変わってから購入先を日本ではなくフランスに変えたのです。ちなみにこの変更の陰にはオーストラリアの最大貿易国である中国が糸を引いていたという説があります。といってもフランス製より日本製の方が有能だしとまだ。オーストラリアには日本から購入したい希望はあるようです。しかし、今更日本は売ることはできませんし、やっぱり日本から買うとなったら、フランスだってそうかと引っ込むはずはありません。面目丸つぶれですしね。動き出した計画にはすでに建造費も投入されていますから、作れないからといってフランスを振って再び日本へというのはありえないでしょう。日本近海では中国、北朝鮮、韓国なども怪しい動きを見せています。また大国ロシアの源泉も不穏な動きを見せています。太平洋、日本海、どこに他国の潜水艦がいてもおかしくはない状況です。潜水艦にとって海底では自分の音が最大の敵であり、敵に状況を知る危険な要素でもあります。逆に言えば敵の音が自分たちの味方ということです。最低限の音で行動できるとするなら、その力は侮れないものになるでしょう。その特性を所有しているのが双竜型潜水艦なのです。その双竜型潜水艦を要している以上、日本が優勢ではないかと思われます。